あのこれ、映るわけですね、えー、っとですね国道21号線で,です、ね、中岡です,、ねえー、っとですね、中岡というのはです、ねまああの、実在しているかどうかわからないんですけれども、これ、あの実はです、ねえー、甲府なんじゃないかというふうに言われています、えー、国道20号線を左に曲がるとです、ね、甲府方面に行くので,で,す、ねで、これはです、ね、この研究はです、ね、あのブログ、す、え、だ、ー、れさんの部屋からです、ね、かなりあの綿密な調査がされています。 例えばこの、最初に出てるこの場所にしてもですね、あの、ま、あこの位置ですね、国道ですね、あの、25センチ近くのです、ね、これ25センチなんですけど、この表札あたりじゃないか。で、こっちの方にはですね、えぇ、ー、あのえ、グリーンヒルっていうですね、ま、あこれもあの、似てるですね、あの、あのえぇ、ー、 ハウスがあるのですね。この辺ではないかという。まあ,あのただですね。この作品あたりからですね。ジブリはですね。あのどこがモデルですかとかですね。あのまあ、いわゆる聖地巡礼みたいなものがもうね始まってきたんですよね。なのでわざとあの特定できないようにですね。いろいろしてるんですけども、須田れさんはですねその中でもですね頑張ってかなりの場所を特定してくれています。例えばこれあの上からですね。 えー、サイクルファームっていうのがですねまああの車の車 ここ左側がアニメの画面ですね。車のピラー越しにサイクルファームっていうのが見えたらですね、同じような場所があるとかですね。あと、あの、とんかつ美濃屋っていうのがまたアニメに出てきたらですね、同じ、もう本当に全く同じ場所を見つけてきてですね。で、えー、こちらの方にですね、クリーニング店があったら全く同じクリーニング店というふうにですね、まあ、かなりあの、特定されてきてですね、えー、おそらく八王子周辺のいろいろな場所の風景を、まあ、再構成して作り上げてるんですけども、かなりですね、あの、もう本当に、 え、なんだろうな、現実の風景をそのまま映すようにしてます。で、これが、その、後に宮崎駿が、こういうのが嫌になったっていうふうにですね、あの、ポニョで言ったことですね。まあ、勝手ですよね。あの、この時は本当に現実の風景を丸々映すように言っといて、後にポニョになの頃になってきたらですね、ああいうのはもう嫌だとか、あんなことをやっても意味がない、ダメだっていうふうに言うのでですね、美術スタッフは本当にあの振り回されたそうなんですけどもですね。<laughs> えー、千尋のお父さんの運転するアウディはですね、このいう、ねえー、場所を通りながら戻りますね。はい、えー、この、えー、土地の木っていうですね、まああの、新しいニュータウンなんでしょうね、そこへのです、ね、分岐点をです、ねえー、右に曲がっていきます。で、タイトルになります。こんな感じですね。えー、千と千尋の神隠しですね。これの、まあ、ずっと上にこれがあるわけなんですけども、この、えー、右の坂を登って、 本当坂を登っている最中がこのお父さんのアウディですね。本当はこっちのですね、ニュータウンの方に行きたかったわけです。えー、ここまでですね、まあ1分40秒ですね。割とですね、あのいろんな絵を見せながら1分40秒でここまで来てるから、実はあの、千と千尋ってですね、めちゃくちゃテンポのいい作品なんですよ。テンポがいい